どうも、ハンサムクロジです。インスクリプション続きやっていきたいと思います。さあ、前回、漁師、釣り人をやっつけましたね。次は誰なんだかわかんないですけど、まあ、とりあえずできるだけカードをデッキ強化して進みましょう。現状ね、トカゲが強いんで、トカゲを強化していきたいんですが、マンティスゴッドを生贄にすか。三方向攻撃を生贄に。まあ、おこじょだな。頼むぜ、おこじょ。いい選択だ。三方向おこじょ。激強。最高。鹿。攻撃力下げられるな。わ、やっべ。めっちゃ強そうなやつだな。待てよ。リスを生贄に三方向補助出して行け。強すぎ強すぎじゃない？え、めちゃくちゃ強かったな今。ほうほう、よっしゃ、何でも買えるぞ。無料で1枚もらえるし、黄金の皮ゲット。以上。アイテムはいっぱいだから、ありがとう、運搬ネズミ。よし、次の戦い。ムースモールマンはガードのやつ。トカゲも強いぞ。トカゲ出す。トカゲを出すと、おこじょちゃん。OK。激強ですから、大丈夫。ムースは大丈夫。で、リスを出して、おこじょをここに出す。完璧。はっ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 は。最強だ。カメムシ出せるぞ。ムースの攻撃力下げる。いけ。ウシガエルが飛行能力を持った。どうしよう。特にできることないか。行け、おこじょ。カラスが来た。とリスを生贄にウシガエル召喚。頼むぜ、おこじょ。よっしゃ、勝った。強っ。さて、左行こう。あ、試練だ。洞窟の試練。どれを選ぶ？攻撃力と試練。3枚引いて4。いやー、攻撃力行こう。頼む。なし。2。うわぁ、マジかよ。最悪。全然じゃん。思った通りにカード引けないなぁ。カード強化。デュース行くか。
デュースを生贄に、コスト1のカードがいい。牛飼える行こう。OK。牛ガエル強化。これで牛ガエルを召喚したら鈴が現れて、でその鈴が壊されると多分ね、牛ガエルがめっちゃ強くなるみたいなことが起こると思う。さあ、トカゲを出すか。リス出してトカゲ、おい、で牛ガエル、じゃあお古城を手札に戻す。 OK。 めっちゃ今のデッキめっちゃ強いな僕。でリス生贄、お古城で3方向アタック。はいはい、さあ、おお、あ、トカゲ攻撃食らって尻尾が出てくると、それもデッキからカード引けるんだ。えぐ、牛ガエル、リス引いて、リスを生贄に牛ガエル、いけ、すまんね、強すぎ。どれもらう？カワウソもらおう。でカワウソを生贄にしたい。で誰を強化しようかな。カードよくわかんねえからな。こいつだ。もっと力を。いいよ、強くしてあげる。うん、まああんま使えないかもしれないけど。よし。今回のボスは。男が君の前に現れた。君はそのものをすぐに思い出した。おばなりよし。彼の持ち物を調べようと近づいたが、彼は君を制止した。悪いが、今日はお前から皮を得ることになる。怖いね。なんだいこの音は。なんだこれ。この印を持つカードが死ぬと対峙している生物も死ぬ。皮が1枚手札に生み出される。なるほど、スモーク出して、うわー、スモーク出して生贄にタコ出すか。よいしょ。でコストでカメムシ、いけ、よし、これでいこう。あ、トラップになるんだこの奇妙なカエル。マジか。そういうことね。どうしよう。カミンスキー。カミンスキー出す。一旦これでいこう。カメムシやられた。
いやトカゲもったいないな。ちょっと待って、よし、椅子出してトカゲを出すで、お小女呼ぶ。 OK、 行け。大丈夫、これは退治してる生物だもんね。退治してなければ大丈夫。椅子を生贄にお小女出す。 OK、 行け、お小女。食らわない。行け、よし、勝った。次、素晴らしい川ね。でもこのサイクルは続けなければ。あ、なんだ、ひっくり返った顔が。さて取引しましょう。あれ、なんだ、強力なカードを変える。それで得られる最高の川しか引き取らないわ。交換できるものがあればちょうだい。ただしそれ以外は残って私のために戦うことになるわ。何それ、蛇がまず嫌だ。このグリズリーもやばい。で、このホオジロザメもやばい。オオカミいらん。帰れ帰れ。あ、このままバトル。オッケー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 、いいぞ。じゃあまずはリス引いて、かといって出せるものないな。まあいいよ、行け。よし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 。あー、グリズリーでお小女がやられた。椅子を引く。グリズリーがやばいだろう。グリズリーがやばい。グリズリーは確実にやんないといけない。鎖蛇を。召喚。よっしゃ、2ぐらいね、耐えれますから。ウサギの皮か。よし、3。よし、勝った。 OK、 君の命は回復された。完璧。さあ、レアカードゲット。ウロボロス。死を通じて永久的に強くなる。この印を持つカードが死ぬとコピーが1枚手札に乱される。ああ、ゴッド。ウロボロスゲットします。謎だらけの罠漁師と商人が雪中に倒れ、君は生き延びた。遥か東方に一筋の明かりが見えた。終わりへと近づいているのか分かる。マジ？もうクリアか？早いな。ふむ。ああ、分かったぞ。あ、ここの小屋じゃねえか？ちょっと待て。ふぅ、ちょっと時間遅れ。は、ゲット。ふぅ。できることは何も。時計は分からん。ちょっと時計調べるか。3つ。
ちょっと時計俯瞰で見よう、俯瞰で。ちょっと待てよ、273は違うだろ。ここになんかヒントないか。なんもないな。違う。これ何万通りもあるからな。わからんぞ。いやー、わからん。空っぽ。これも関係ない。イスとオオカブチが。わからん。とりあえず戦うか。カード合体。ウロボロスちゃん。どうしよう。こいつにしよう。よし。小屋だ。君の目は小さな丸太小屋に止まった。そのぬくもりが塞ぎ込むような夜の暗闇に光をもたらしている。あの小屋が旅の終着点だと君は確信していた。いきなり一人称して、あ、何、あ、手だ、木の札。奇妙な小屋から数歩離れたところで君はある機会を与えられた。私の恩恵は誰にでも与えられるものではない。もし私の試練を突破できれば君は多大な恩恵を得られる。どういうこと。希少の試練だ。引いた3枚のカードの中にレアカードが1枚必要だ。リングの試練。リングを持っていれば自動的に。リングなんか持ってないな。あ、飛行ならいけるぞ。来い、トカゲ。来た。あ、トカゲは飛行の印のカード。成功だ。君に最も強力な私の恩恵を与え、このゲームを劇的に変えるカードで、デッキから引く必要すらない。両手機器の恩恵、ターン開始時カード2枚引くことができる。はあ、骨の王の恩恵、開始時に骨8。盤上に黒ヤギを1枚置いた状態でバトルを開始。はあ、両手機器、もう一度だけやり直す。はいはい、持ってない。このカードは持ってない。敏将のスプリンター。引いた3枚のカードに川のカード、川のカードはいっぱい持ってる。川だな、できるとしたら。来い、川来い、来い、来た、黄金の川。はっ、いいねー、骨の王ね。あ、黒ヤギ。もう一個はカササギの目の恩恵。デッキからカードを引くとき、デッキの好きなカードへ。最強すぎる、このカード。好きなカードをデッキから引けるなんて。うわ、なんだ、私の恩恵を2つとも得たとは。めったに言わないことだが感心したぞ。君は戦う価値のある強敵だな。だが私は君を殺さなければならない。なんてだよ。絶対に勝つ。うわ、なんだこの人。やっと戻ってきたか。またゲームをやりたかった頃合いだ。覚悟はいいか。準備は整っているな。来た。スモーク。万が一のため一つ加えておこうか。ずるいぞ。ここじゃ。絶対勝とうな。二人。
待って、もうアイテムいっぱいあるから使おう。これ何？使用者の効果、天秤に重りを1個置く。ああ、これはまだいいわ。役に立たないスライム瓶。使うか。私は本気だぞ。それは使用できない。それの使い道は全くない。とりあえずそこの棚に置かせてもらおう。私の助言が欲しいか？避けた。え？棚に置かれた。まあいい。ちょっと待って、おこじょはちょっと取っときたいわ、強えから。で、じゃあスモークとリスを生贄に、運搬ネズミを出す。で、うん、アイテムゲット。でカメムシを、召喚、行け。あー、マルガム来た。やば。でも僕はカードを2枚引けるさて選ぶぞ。変える。トカゲ、カミンスキー行こうか。よし、イス出す。イスを生贄にオコジョを出す。そしてカミンスキー行け。ずるい。あー、マジかよ。ずる。いや、せこすぎるだろう。どうしよう。トカゲやな。リスを生贄に。トカゲ召喚。タイロウジムシ、行け。はいはいはい、オッケー。大丈夫大丈夫大丈夫、勝てる勝てる勝てる。よかった気候変えるが良かったか。スカンクは防御にしか使えない。まあでも防御してもらうか。いや、これでいこう。あえてこれでいこう。今漁師だもんな。 OK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 。いい感じだ。うんうんうん、まあまあまあいいでしょ。飛行ガエル。運搬ネズミ。あ、やべ。やべ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 、リス引くの忘れた。やべ、ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ。あー、やべやべ、やばい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 。3、4、5、6、7、引く2は5、5はまずい。やべ、5はまずい。
アイテム使おう。いて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 。よしよしよし、しょうがない。目玉？あ、目が見えない。よし、倒した。なんとか倒した。目見えないけど。エア生物の衝撃を耐えしろぐとはさすがだな。しかし真の試練は後にまた訪れるものだ。怪しい人影が君の前に現れた。その目は同族意識による輝きを持っていたが、罪悪感によって彩られていた。君を裏切ろうとしていたからだ。僕のカードが。待って、リス、もう一枚リスを。トカゲ。お小嬢がいないのきついぜ。やばいな。次やられるからな。どうしよう。これって。アイテム使おう。ああ、どうしよう。いや、リスをまず置いて。スカンクを召喚。で、ちょっと壁になってもらって、これで一回、死亡は避けられた。攻撃力2でしょ？リス、ウシガエル召喚。あ、いやいや、まあまあいいやいいや。これでいけ。うわー、やべえ。大丈夫大丈夫。いいっす。オオカミ。もうカードがない。どうしよう。リスとスカンクを生贄にしてオオカミを召喚。あ、でも黒字来ちゃう。で、アイテム使う。センス。おい、飛べ。全員で攻撃。よっしゃ。シャート、この呪われし月よ。確かにドラマチックであろう。だが私の場に何の価値も与えない。さて。あ、カメラ。え、なんだ？これであれに価値が生まれたな。月のカード？この印を持つカードは生物が存在している対峙スペースをそれぞれ攻撃する。対峙する生物がいない場合直接攻撃を行う。所有者のターン開始時、この印を持つカードはその範囲内にリスナーの小さな生物を引き寄せる。40。どうしたらいい？リスもう一枚引こう。
よし、行け。攻撃だ。32。よし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 。うわあ。32くらった。使えるカードねえんだけど。ちょっと黄金の皮出しといて。いやもうカードがないな。いけ。24。やばい。これで終わりだ。リスを召喚してクラウケン出すしかない。え、何もできない。カードがない。あー、資源不足だ。終わった。やべえ、もうダメだ。うわー、え、結構いい線いってたのにな。よくここまで来た。くっ。いや、なるほど。あの40ライフ40のあの月を倒さないといけない。ほんのもう少しだけでいいから生き続けるのだ。君の形見になるものが欲しい。さて、コスト0。いや最強じゃねえか。攻撃と体力。オカミちゃん、しるし、死んでも生き返るタコ。くわ、名前はアンサム黒字だ。最強のカード。また戻ってきてしまったか。前のものはとても惜しかった。君がそのものと同じくらい進めるとは思えないな。釣り針、釣り人からの贈り物だ。彼は先ほど敗北してその汚名を返上したがっている。彼がその機会を得る前に君が炭鉱者に負けてしまえば残念かもしれないが、このフックは強力なものだ。私のカードを1枚盗むことができる。そのため道中で別のフックを見つけることはできない。よく考えて使うのだ。君の最初の初期デッキだ。お工場なんかガリッガリになってないか。首が。ありがとう。ちょっと待って。見渡すぞ。キノコが生えてるな。なんだこれは。これと関係あるのか？あ、これ、ああ、だって喋ってる。この痛み耐えられないよ。長い間こうなってるけど、私に何の用だ。今の私に生きがいなんてほとんどないんだ。
一瞬だが私と同じ不幸な境遇の者がいると感じて、しかしそれには独自の遂行の目的があったのだろう。マスターを解放する一歩に違いない。釣り人が負けるのを見ると痛みが和らいでいく。あの釣り人は私のライバル。今回は奴に負けたがまた機会をつかんだ。以上か。なんだこいつ。は。煙を吸ってる。なんもないよね、だってこれ。なんもない。お、なんか出てきた。わあ、ボス戦の前に君の余ったろうそくの火を消すのを私は大変気に入っている。君も私と同じくらい戦いを楽しむことになるだろう。ザ・スモークゲット。あの絵画が気になるか。お、あれからいろいろなものが出てくるのを見たんだ。うう、ただしカードが正しく配置されてる時だけだった。え、正しいカードをデッキに入れるところから始めた方がいいだ。カワセミとリス、あ、こういう風に置けばいいのか。なるほど、ありがとうグリーンちゃん、教えてくれて助かるぜ。もうちょっとだけやってみましょう。とりあえず漁師と炭鉱者くらいは。おお、ブラッドハンド、カササギゲット。こっち木彫り師。これいいね。リスでこれ最強じゃないか。生贄のリスカードが死んだら手札に戻ってくる。君は腰を下ろして差し出された品物をカバンに入れる。よし、木彫りの像が強化された。一発やってやろうや。よし、ラッキードローね。リス行くと、ウシガエル召喚だい。行け。ああ、こいつも二方向攻撃やろうか。イス召、イスを二枚配置して、狼を召喚。最強。カメムシも来い。行け。オコジョ。オコジョ大丈夫？僕を生かし続けてくれ。オコジョもうもはやタコみたいになってるけど。よし、勝った。どっち行こう。こっち。アリ、オオカミ、シカ、アリ、カマキリゲット。攻撃力を上げたい。体力か、今回は。体力？じゃあ、カマキリ。いやー。牛ガエル。あ、ごめん。え、プラス 2？ しかも。プラス2か。横丁にしよう。
工場行け。銭湯だ。絶対勝つ。はいはい。椅子を。いいでしょここで。で、おい。椅子引いて、狼召喚。おい。カメムシ召喚。オッケー、いけ。よし、勝った。さて。カードゲット。あ、黒字だ。親玉。攻撃力 1L。親玉。黒ちゃんも連れてきます。体力がプラス2。おこじょ。とにかくおこじょ強くする。盾になってもらおう。よし。サンキューおこじょ。スズメとスカンクか。よいしょ。リスを生贄に牛ガエル出して。カメムシ出して終わり。やべ、めちゃめちゃ攻撃力下げられてる。なんか生贄とかにしちゃうとなんか姿変わってくのかな、このカメムシたち。怖えけど。ごめん。よし、行け。カマキリ。勝った。よし。鹿か鳥、カラスの卵。また体力か。カラスの卵だな。次。さあ、炭鉱師、炭鉱夫。ボス戦だよ。こうやって、オッケーオッケー。
プレートスモークとリスを生贄に黒字を召喚。リスを生贄に歩行者を召喚。カメムシ召喚。はい、通して、はい、一撃。あ、やべ、さ、忘れた、殺されんだ。調子によってなんか何をしてんだ、調子によって。カササギ出せない、どうせ。まだ出せない何も。カラタマちゃんね。出しとく、カラタマちゃん。よし。カラスで。カラスで。オオカミ。イソイケニエにカマキリ召喚。行け。もうちょいだな。やばい。リス2匹召喚してカササギを出す。サリヘビをやってしまおう。ウシガエル呼んで。よっしゃ、倒した。オッケー、どんどん行こう。レアカード、骨のカードが欲しいんだけど。お、なんだこれ、ロングエルク。なんだこれ。え、なんだろうこれ。いや、ちょっとカマキリの王様にした。さあ、湿地帯に来ました。ウシガエル、キノコ生えてる下から。カササギいただきます。アイテム、あー、いっぱいだから。運搬ネズミゲット。バトル、行きましょう。おかげか、オッケー。カラタマちゃんを召喚。で、もう一回おこじょ召喚。以上。超強カラス。さあ、リスを2体出してカササギ召喚。クロちゃん、まあどうせ何もできないけど、行け。勝った。やばい、だいぶ強いな、僕だいぶ強くなったな。うん、わあ、こいつ強いな。カラス、ウシガエル、
牛ガエル。カエルちゃん安定してるし。カード合体。さあ、傘下げを生贄に。うん、おこしょうでいいや。さて、どうしよう。椅子を生贄にして全員出せんだよな。アンティコと椅子を生贄に牛ガエル。ごめんな、強いのよ僕。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。はい、勝った。さあ、洞窟行きますか。さあ、試練だ。印が3つあれば合格。攻撃力4。印3つ頼む。来た。23。 OK、 勝った。何くれる。リビングワーム、あ、リングワーム、ジョワリなんか、え、ごめん、パパって選んじゃった、なんか。ちょっと、誤操作やめて。なんか、蜂の巣かなんかだったかな。体力をアップする。マンティコゴット。行きましょう。これで生き残る確率が上がった。オッケー、来た。虫だ。さあ行くよ。オッケー。リス。マンティスゴッド召喚。以上か。まず3打目。4食らった。椅子を生贄に。狼召喚。召喚。どこにしよう。これで勝ったんじゃない？勝ってはないか。いけ。カマキリ来た。うわあ！マンティスゴッドがやられた。うっしゃ。いいの来た。お工場出す。おい。そうすっと。好きな蜂の巣。あ、強いじゃん強いじゃん。最強じゃん。蜂だらけにできるじゃん。待って、カマキリ、いいね。カマキリにしよう。カマキリ召喚。いってらっしゃい。ハチノス召喚。
勝った。オッケー。ガンガン行こう。さあどれだ。取り行こう。あ、またカササギかい。攻撃力上がんないかな。また体力か。よし。さあ漁師倒します。釣り人。もうやり口分かってっから。突っ込んでな。まずね、グレートスモーク、リス、生贄にして、カササギ、カササギドン、マンティゴスゴットで、リス置いて、生贄にマンティスゴットドンで、リス、生贄に牛ガエルドン。はい、いってらっしゃい。終わり。完璧。さあ次だ。はい、やばい。ああ、やばい。さて、どうしよう。マンティスゴットを生贄にして、よし。運搬ネズミ召喚するウシガエルとマンティスゴット生贄、ここに出す。さあ行け。よし、あと2、完璧。もう勝ちです。よし、よかった。火をもう一度登れ。よし、 OK。 さてレアカードゲット。子供13号、ネズミ、アメーバ。ちょっともらっとこう。さてちょっと立ち上がるね。少し待つ。はい、雪国来た。待って、おい緑、なんか言うことあるんじゃない？なんもねえわ。変わんねえ。歯が一個。ああ。これと同じカードね。置けばいいってことは分かった。よし。というわけで、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。漁師じゃない、一応最後のラストバトルまではいけた。だけど月のカードがめっちゃ強くて負けたと。誰に勝てるように頑張らないといけなくて、今漁師まで倒しました。釣り人ね、結構スムーズに来てるから、もし次来たらいけると思う。ていうかこのリスちゃんの木彫りの像が最強すぎる。生贄が全部戻ってくるからな。この調子でちょっと勝ちたいと思います。あとはもう何も情報ないね。とりあえずこの絵画の謎は1個解けたから、写真を撮るんだ。その方が長持ちする。ちょっと待って、カメラってどっかにある？写真って言った。この人カメラ持ってたよな。持ってない。くそー。なるほど、よくわかりました。
というわけでまた次回続きやっていきたいと思います。以上、ハンサムクロジでした。バイバーイ。